転職活動多いけれども、会ってみたい人材だなって思わせれば、まずそこの書類はいいんですよ、それで。もうやっぱ30手前で業種をある程度決めた方がいいのかなと。何を目的として入社されて、うん、そこで何を成し遂げたかっていうのが、まあ、重要なのかなっていう。入る前にもっとリサーチできたんじゃないのみたいな。はい、こんにちは、井野です。こんにちは、佐竹です。佐竹さん、今日ね、今日のテーマ、転職回数が多いリスクについてちょっとお話をしたいなと思うんですよ。はい。結構そのうちらもね、人材紹介やってて、いろんなレジュメで履歴書を見てて多いなっていう時あるじゃないですか。まあ、ありますね。あるよねと思う。ほんのあるんですけど、こういう時やっぱその企業さんもやっぱり多いなって思うわけなんですよ。そうですね。で、それはやっぱその書類で落とされる可能性が本当にやっぱ高くって、まあ、っていうのは転職回数が多いとそのすぐ辞めちゃうんじゃないかってやっぱりリスクがあるわけで、やっぱそういうことにならないためにどうやったらいいのか、特にその若い人たちにね、向けての今回は、ね、お話だとしていきたいんですけれども、まあ、そういうふうな対策、佐竹さんの中で何かあったりしますか？対策、対策、まあ、やっぱりリスクというかね、その転職回数が多いのはまあ悪いとは思わないんですけども、うん、その一つ一つの会社で何を目的として入社されて、うん、そこで何を成し遂げたかっていうのがまあ重要なのかなっていうふうには思いますね。まあ、当然そのね、アメリカなんか行くと、まあ、おそらく平均多分10回ぐらい転職するのがまあ当たり前のような国なんで、そうですね、まあ、そういったところを比較すると日本はまだまだ少ないかもしれないんですけど、彼らは結構こう軸を持って転職する人が多い。アメリカはね、アメリカは、うん、そういうことで考えると、ちょっと私が面談する中ではお話聞いていて、まあ、その会社でなぜ入って数ヶ月で辞めちゃったのかとか、まあ、1年で辞めちゃったのかっていうところの理由を聞くと、まあ、結構もったいないなって思うようなことが多いですね。ありますよね。でもその転職回数が多い、そのさっきも言ったようにやっぱある程度軸を持ってやっていかないといけないのよ、若いうちから、はい、でこれまあその数字というかそれで言うと、ある程度27とか8ぐらいまでにもういろいろそこでまあ経験だとかね、まあ、そこで転職2回3回やって、でもうやっぱ30手前で業種をある程度決めた方がいいのかなと、業界を決めた方がいいのかな、うん、まあ、金融ですとか、まあ、物流ですだとか、うん、まあ、そういうのを決めて、でそこから30代でもうそこのキャリアで実績をどんどん積んでいって、うん、で40歳以降はもうその業界と積み上げてきたものでプラスそこに人脈とかも加わって、はい、でやっていくと、転職がそこで3年ごとにやってたとしても、それはもう軸があるから、うん、っていうので、より上のステップアップに行けるようなキャリアになると思うんですよね、うん、そうですね。でもこれが例えば、まあ、建築やりました、建築業界で働きました、金融業界で働きます、物流業界で働きます、小売業界で働きます、営業です、 CS ですだとか、なんか事務ですみたいな、うん、何がやりたいのかなるんですよ、本当に、うん、でやっぱたまにあるんですよね、その履歴書とか見てたら、うん、でもだからそれはちゃんとその自分のやりたいこととかがやっぱ明確になってない、うん、まあ、この動画とかでも以前にその価値観とかねについてお話したことあるんですけど、そこがやっぱちょっと甘いというか、うん、なってないとそうなっちゃうんですよね。そうですね、うん、私も企業さんから転職回数を指摘されて、うん、書類が通らなかったっていうのは結構今肌感覚として実感してるので、でやっぱり企業さんは転職回数多いとなかなか取りづらい、取りづらいっていうのは残念ながらあります、うん、いや本当に事実あるから、そのストーリーをやっぱ見せるべきだと思うんですよ、はい、書類で、で、ね、転職がまあちょこちょこあったとしても、履歴書を見てて、あ、こういう風な経路で言ってらっしゃって、こうなってて、はい、もう大体わかるじゃないですか、ストーリーが、うんうん、なってて、あ、この方考えてらっしゃるな、じゃあ面談しようかってなるんで、でそれが本当にちょこちょこちょこと言って、何やってんのみたいなとなるから、だからそのストーリーをね書類で語れるようにしないといけないと。そうですね。すごく思いますよね。まあ、今の話はすごく大事で、本当にたくさんある書類の中から見てるんで、まず目に留まるっていうことがすごく重要です。うん、それはいい意味で留まるっていうことが重要。うん、まあ、転職回数多いと悪い意味で止まりますんで、まずでそこからじゃあストーリーがちゃんとできていれば、あ、この人は、転職回数多いけれども、会ってみたい人材だなって思わせれば、
まずそこの書類はいいんですよ、それで。だそこがまだまだ、内容が薄いとかだと回数多い、また辞められちゃうんじゃないかっていうふうなことになってしまう。そうなんですよね。だから転職回数が多くなる、イコールその短い期間で辞めちゃうみたいなところもまあ入るんですけども、はい、その1回ぐらいとかは、確かに分からんのもね、たまにそういう事故みたいなのがあったりもするから、それは知らないんだけど、それが2回連続、例えばその1年以内の転職が2回連続続いちゃったら、はい、この人ちょっと我慢ができない人なのかなとか思われるかもしれないし、はい、もっと深く見れば、入る前にもっとリサーチできたんじゃないのって話なんですよ。うん、だからその会社が何をやってますだとか、ね、どういう方向で進んでますだとかっていうのは、転職エージェントに聞いてもいい話だし、はい、だからそういうのを聞かずに、なんか良さそう、給料だけが良さそうみたいなところだけ見ちゃってやっちゃうと、はい、後からなんか違う、思ってたのと違うわ、それは、それが何回も重なると、もうそれ完全にリサーチ不足ですよねっていう、はい、その自身の責任に、入っても仕方がないのかなと思うんですよ。はい、おっしゃる通りですね。だからそこもちゃんと考えるべき、その短いのはちょっとあっても、その仕方がない時もあるっていうので、それはね、転職失敗することも当然あるんで致し方ないんですけど、それが連続すると企業側からは、そういうマイナスのイメージっていうのを持たれがち、これはもう間違いなくあると思います。あります、はい、で それをしないために、そういうのを避けるためには、やっぱりその自分が何をやりたい、どの業界でやりたいんだっていうのを、もう30手前のところでも決めて、はい、でそこからもキャリアをそこで積んでいくんだと。例えば、言ったけど金融だったら、ノンバンクだとか銀行だとか、保険だとか、っていうところ の、 その業界っていうところで、ね、会社は変わってもいいんで、っていうところちゃんと選ぶべきだとすごく思うわけです。そうですね、こんなことをちょっと熱く、特に若い人に向けてね、今回は。そうですね、今回はちょっとこの動画撮らさせていただいたのは、面談で結構そういうようなことを私から指摘することが最近ちょっと多くなってきたんで、企業側からも同じことを言ってきます、ですんで、ちょっと今のうちにね、これから転職活動する方のためにお話ししておかなきゃいけない重要な動画かなと思いました、ありがとうございます。本当にそう思ってますので、ぜひ意識して、転職活動なり、普段の、ね、活動をされていただければいいなと、そういうふうに思っております、はい、じゃあということで、今回は以上になります。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この放送は貿易国際物流の業界に特化した転職エージェント株式会社 HPS リンクの提供でお送りしました。世界と渡り合う貿易の業界でワンランク上の転職サービスをお求めの方は HPS リンクで検索ください。皆様からの転職のご相談をお待ちしております。